フランチェスコ・スフォルツァは、ルネサンス期イタリアの傭兵隊長で、スフォルツァ家最初のミラノ公である。フランチェスコは、傭兵隊長、ムーツィオ・アッテンドロと、ルチーア・ダ・テルツァーの共に、諸子として生まれた。フェラーラのニッコロ3世、デステの宮殿の近くで、少年時代を過ごした。1412年12月、11歳の時に父に、従い、ナポリに移り、ナポリ王ラディズラーを一世によって騎士に叙任され、トリカーリコ伯に封ぜられた。16歳の時、傭兵隊長、アンジェロ・ラベロと対戦し頭角を現した。1418年10月23日、ロッサーノにおいて、ポリッセナ・ルッフォと結婚した。ポリッセナは、カラブリアのモンタルト、ウッフーゴの貴族の娘で、フランス人騎士ジャコモ・デ・マイッリの未亡人であり、特に、コゼンツァにおいて多くの土地を支配していた。1420年にポリッセナはアントニア・ポリッセナという娘を産むが間もなく死んだ。1424年1月にペスカーラで父が死去するとフランチェスコは父の遺産を引き継ぎ4月にはナポリを奪回してアラゴン人との戦争を終結させた。1425年フランチェスコはミラノ公国のフィリッポ・マリーア・ビスコンティに仕え始めた。スフォルツァとビスコンティの関係はどちらかというと悪い関係で、公は、たとえしなくてはならなくても傭兵隊長の強い個性に耐えきれなかった。いくつかの戦いに勝利したスフォルツァは1428年から1429年の気まぐれな公の行為を待つ間に泊まった場所であるモルターラを与えられた。またある時には、最良の司令官として、公国の危機を救った。その褒美として、フィリッポ・マリーア・ビスコンティ公は、初出の娘、ビアンカ・マリアを彼に託した。1447年に、フィリッポ・マリアが跡継ぎを残さずに死ぬと、ミラノ領は、共和制の政府が樹立された。しかし1450年3月22日、ミラノを長らく包囲し、兵糧攻めを行っていたフランチェスコは、ミラノに入城することに成功した。都市の近代化や効率的な税制は政府の収入の著しい増大をもたらしたことはフランチェスコが良い支配者であることを示している。彼の宮廷は芸術と文化の中心となりミラノ人の間でとても人気となった。傭兵隊長たちの中には1452年から1453年にベネツィア共和国の将軍となるバルトロメーをコレオーニが参加していた。コジモ・デ・メーディチとの相互評価と友好関係で、ミラノとフィレンツェは同盟関係にあり、ベネツィアとのローディの和の実現を共に成し遂げた。ニッコロ・マキャベッリは、君主論において、良い政府の例と傭兵隊の使用に対する訓戒として、しばしばフランチェスコを引き合いに出した。フランチェスコ・スフォルツァは決してこの名前での署名はせず、結婚してビスコンティの姓を許されるまではフランチェスコ・スフォルツァ・デッリ・アッテンドリ、その後はフランチェスコ・スフォルツァ・ビスコンティとした。ありがとうございます。